も町に出て情報収集するか。巫女様はどうする？俺たちで解決の糸口をつかむとしようぜ。よろしく頼んだ、巫女様。随分といろんな店があるんだな。こんな状況じゃなければ覗いていきたいところだ。山ともなれば険しい道のりになるかもしれねえが、平気か？まあ何があってもお前を置いてくような真似はしねえよ。静かだな、巫女様。何が起こるかわからねえから俺から離れるなよ。落ち着いたか。巫女様に害意がないことが伝わったのかもな。巫女様は人間だけじゃなく動物にも優しいんだな。優しいと動物に好かれるなんて話を聞いたことがあるが、こいつ巫女様が優しい人間だって分かってるのかもな。その前に一つやりたいことがあってな。巫女様、付き合ってくれ。
子様の手は綺麗なもんだな。他の奴のために傷つくのを厭わないのは巫女様の美点だろ。そのためにためらいなく差し伸べられるこの手はどんな手よりも綺麗だ。そういうことなら俺の出番だな。捕り物用にいろいろな種類の弾を持ってきてる。できる限りカラスを傷つけねえよううまくやってみるさ。作戦決行は明朝だ。俺たちでケリをつけてやろうぜ。捜索に行くとするか。巫女様、準備はいいか。様の優しさは人間だけじゃなく鷹にも伝わるんだな。さす